徐々に暗くなっていく瞳の中にはまだ一点の光が残っていて、じっと私を見つめていました。彼女に近づき、その柔らかい方に触れると、彼女は最後の力を振り絞り、涙を浮かべながら私を見つめ、こう言いました。助けて。鏡のように私の姿を映す彼女の瞳、水晶のように透き通った瞳、このまま光を失ってしまうのはもったいないでもこれからはもう私のものです。化け猫と女の子の声が、私が奪った瞳から変な声が聞こえてきます。